どうも、こんばんは、NM です。今回は豪気の決心超級を週末有馬短期でやっていきたいと思います。持たせているのはメインになる神サブに SSR 新たですね。完全に短期なのでフレンドは連れていきません。やっていきましょう。勝てるかな。超級だからちょっと微妙かもしれないな。久しぶりですね、これも。2回目って1回目じゃないかな、これ。復刻自体は。うん。自然の一戦最後に残しておきたいんですが、途中で使わないと厳しいかな。ちょっと敵に与えられるダメージじゃなくて、ダメージボックスのやつでやられそうだな。どうしよう。いやー、ダメージボックス食らうか。お前ダメージボックスで3分の1以上持っていかれてんじゃないか。ふざけんな。7万ぐらい。 OKOKOK 壁役で死ね。バフ使ってなかった、そういや。今溜まったんだっけ。おい。なるほどね。もう一回あいつ瀕死だぞ。あそこの箱割れねえかな。無理かな、さすがに。これ何ステージなんだっけ。じゃできるだけ原作を再現しようと思ったんだけど。その構え、さあ始めよう。2ターンですね。原作を再現っていうかシーン自体違うからな。これ泣きじゃねえわ。シャチ倒せばクリアだっけ。ちょっとゲームクリア見させてもらいます。 OK、 シャチっすね。自然の一戦でやりたいんだけど。あ、いけるっしょ。有利属性じゃねえし。ちょっと遠く行っちゃったな。あれはさすがに届かんか。いや、短期だとやっぱ火力出ねえ。オッケー。なんかあれだね、カグネカラーがついてないナキのモデルは、おい、そこ邪魔じゃね。あのカグネカラーがついてないナキのモデルはカグネのあれがでかいな。完全になんか築山となんかが混じったみたいな感じの形っすね。おら、うわー、耐えた、耐えやがった。耐えるね。ただナキの攻撃を一発も食らってないんだよな。ナキじゃねえわ、シャチか。シャチとナキ間違えるんだよ。この一撃耐えられるか。よし、こしゃく。まあ、なんかもう全部の超級は多分週末でいけると思うし、次回はあれ使おうかな。あれですよ、あれ。僕のグルカロをずっと支えてくれた初期のやつを使おうかな。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。